危機にさらされている世界遺産とはユネスコの世界遺産登録物件のうちその物件の世界遺産としての意義を揺るがすような何らかの脅威にさらされているもしくはその恐れがある物件のことである日本では単に危機遺産と呼ばれることも多い本項目でも以下危機遺産と表記する世界遺産委員会によって危機遺産と認定された物件は危機にさらされている 世界遺産リストに加えられる。危機遺産は脅威が去ったと判断されれば危機遺産リストから除外されるが、逆に危機にさらされた結果、世界遺産としての価値が失われたと判断された場合、世界遺産リストそれ、自体から削除される可能性もある。ケルン大聖堂、ガランバ国立公園、スリバルナ自然保護区などのように従来から抹消が議論された物件は存在していたが、 2009年の第33回世界遺産委員会において上記の理由による初めての登録抹消が決議された。危機遺産という概念は世界遺産条約が発行した当初から存在していた。これはもともと世界遺産という枠組み自体が水没の危機にさらされたエジプトのアブシンベル神殿を救おうとする国際的な関心の高まりから生まれたものであることと関係がある。 それゆえ、世界遺産関連事業の中でも、危機遺産リスト作成と登録物件の救済活動こそが、最も重要な活動であると位置づけられることもある。危機遺産リストに登録されると、世界遺産基金からの資金援助も含めて、様々な国際的支援を要請することが可能になる。これは、正常不安や財政難から2012年現在で、国内の世界遺産すべてが、 危機遺産になっている、今後民主共和国の世界遺産などの救済において重要な意味を持つ。また、危機遺産リストへの登録は、都市開発によって景観が危機にさらされている場合などに圧力として意味を持つこともある。高層ビル建設の計画が持ち上がり、景観の保持が困難になる恐れがあるとして、危機遺産に登録されたケルン大聖堂の例などでは、登録後に、 計画の見直しや干渉区域の設定などが行われ、景観が守られた。世界遺産にすでに登録されている物件のうち、以下の基準に該当する物件が、危機遺産リストに登録される。景観の保全が問題となった、ケルン大聖堂とその周辺一時は、世界遺産リストからの除外も検討された、スレバルの自然保国の景観ビエリ地下岩塩港に保存されている。 岩塩彫刻二度にわたって危機遺産に登録された十字国立鳥類保護区世界遺産条約履行のための作業指針に記載された登録基準は以下の通り。わかりやすいように例示したが危機遺産登録は複合的な要因で行われることがしばしばであるため以下の例示は各物件の危機的状況の一側面を示すに過ぎない。分解3、決定的危機。 材質の深刻な悪化。湿気により岩塩のモニュメント類が劣化したビエ鋭チ下岩塩鉱など、構造及びあるいは装飾的特質の深刻な悪化。ターリバーンに破壊されたバーミアンの大仏など、建築上もしくは都市計画上の統一性の深刻な悪化。コンクリート建築の増加によって伝統的な景観が失われつつあることザビードなど、都市空間、 農村空間、自然環境などの深刻な悪化。後継者不足や品種改良の弊害など多面的要因によって2000年来の景観が崩壊しつつあるフィリピンコルディリエーラの棚田群など。歴史的申請性の顕著な喪失、文化的意義の重大な喪失、潜在的危機、当該物件の保護の度合いを弱める法的地位の修正、保存政策の欠如。 地域的な計画の脅威的効果。橋の建設計画が持ち上がり、世界遺産リストからの抹消が決議されたドレスデン・エルベ警告など、武力衝突の勃発もしくは脅威、旧ユーゴスラビア紛争の影響を受けたズブロブニク級、市街など、地理的、自然的、もしくは他の環境的要因による全身的変化。例えば、 健在である日干しレンガの風化が進行しているチャンチャン、遺跡地帯など。自然遺産、決定的危機、薬病などの自然的要因によるか、密漁などの人工的要因によるかを問わず、その物件が保護に値すると評価される要因となった絶滅危惧種、もしくは顕著に普遍的な価値を持つ種の深刻な現象。北白菜が激減したガランバ国立公園など。 様々な人工的要因による登録物件の自然美もしくは科学的価値の深刻な劣化。農薬の汚染が深刻化し、世界遺産登録抹消も検討されたスレバルな自然保護区など、登録物件の完全性を脅かされる上流部や境界部への人口流入。ルワンダの遺によって難民の流入が深刻化したビルンガ国立公園など、潜在的危機。 地域の法的保護の位置づけの修正、登録地域内もしくは登録地域を脅かす場所での計画された再入植もしくは開発、鉱山開発が環境破壊につながっている任馬三原生自然保護区など、武力衝突の勃発もしくは脅威、トゥアレグが起こした内戦に脅かされたアイルテネレ自然保護区など、管理計画もしくは管理システムの欠如、不足、 もしくは不十分な履行。密漁が横行し、公園スタッフの殺害なども起きたマノボグンダサンフローリス国立公園など。原則として、すでに世界遺産として登録されているものが対象となるが、タリバーンに破壊されたバーミアンの大仏や、イスラエルと敵対しているパレスチナの高端協会のように危機遺産登録を念頭に置いて、世界遺産に登録される場合もある。 また、2003年のイラン王地震で壊滅的被害を受けたアルゲバムの場合、暫定リストにすら掲出されていなかったが、喫緊の対応が必要であると判断され、暫定リスト登録を飛び越えて、世界遺産に登録されると同時に、危機遺産リストにも加えられた。世界遺産リストからの削除第一号となったアラビアオリックスの保護区は、危機遺産登録を経ずに削除された。 この節の鍵括弧部分は作業指針からの引用。出典はユネスコ世界遺産センターの作業指針文書ピアニッシュ四十五から四十九。ここでの翻訳はウィキペディア日本語版ユーザーによる。なお、日本語訳はここにもある。二千十七年にバグラキ大聖堂とゲラティ修道院から範囲縮減。危機遺産登録理由だったのはバグラキ大聖堂の方で、 ゲラティに危機遺産登録理由が存在していたわけではない。ありがとうございます。